CC Link I Field Network 接続ガイド温度調節編設定パソコンを使ってソフトウェアの設定をしますエンジニアリングソフトウェアメルソフト GX Works 3を使用します システム構成をユニット構成図に設定します。ネットワークインターフェース内蔵の CPU ユニットの場合、ネットワーク部を CPU 拡張から選択します。使用するネットワークに合わせて部品を選択します。 マスター曲の動作設定を行います。マスター曲の動作をユニットパラメーターによって設定します。曲種別をマスター曲に変更すると、 曲番は自動的にゼロに設定されます。ネットワーク構成の設定をします。基本設定のネットワーク構成設定を選択します。リモート局のユニット型名を一覧から選択して配置します。 デバイスの割り付けを設定します。設定内容に沿って、マスター局とリモート局の間で受け渡しするデバイスを入力します。リモート局のデバイスは左側、マスター局のデバイスは右側です。 パラメーターを CPU ユニットに書き込みます。書き込む範囲を選択します。CPU ユニットに書き込みます。温度の目標値を220度に設定します。 パラメーターを読み出します。パラメーター書き込みに切り替え読み出したパラメーターを貼り付けます。 目標値を変更して、パラメーターを書き込みます。設定が完了しました。次は、立ち上げです。